この動画を見てる視聴者の全員、ケツ穴確定でということで、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、坂本隼人です。今回はですね、パクリ CO、劣化版 COD のシャッターラインっていうね、新作の基本プレイ無料のゲームをやっていきたいなというふうに思います。まあ私ですね、全財産がな、常になんか500円ぐらいしかない、僕からしてみればね、もう基本プレイ無料と言われたらね、もう食いつくしかないっていうね、ご時期精神を持ってね、まあインストールしてみたわけなんですけれども、僕ですね、これまだ一回も遊んでないんですよ。はい。これ結構前っていうか、その1週間ぐらい前かな、多分そんぐらいから結構このゲームで注目されてきて、でいろんなね、無職の方、実況者の方たちが、まあ、動画を上げてきてると思うんですよ、シャッターラインというゲームなんですけど、僕その時ね、まだこのゲームをこう舐めてたじゃないけど、どうせクソゲーでしょみたいな、なんかこういう SF チック、なんか基本プレイ無料の FPS にありがちな、このなんか謎の SF チック、うわどうせ絶対つまんねえだろうなーっていう風に思ってたら、案の定クソ面白そうだったので、はい、入れてみたっていう、そういう感じですね。まあ、1回も遊んでないっていうことで、その武器もね、何もないんですよ。もうレベル1、レベル1、レベル1みたいな感じなんで、でもなんか武器いっぱいあるのすごいよね。だってこれまだあれだ、まだベータ版みたいな感じなのにもかかわらず、もうこんな感じで武器もいっぱいあってね、もうこれとか明らかになんか AK なのになんか名前違ったりとか、これも明らかに P90 なのになんか トルネードみたいな、なんかクソ出せ名前は。なんかこれ一個思うんだけどさ、この武器の見た目とかで言ったら、これ完全に AUG じゃないですか。もう実在する銃じゃないですか。なのにも関わるって、こうやってなんか名前をさ、ちょっと変えて、なんか、なんかあたかもこれは架空銃ですけど、みたいな感じのこうスタンスを取ってくるのがね、すごいムカつくんですよね。なんかもうここまで攻めるんだったら、もうさ、実在のその、AUG っていう名前でいいじゃんと思って。だって例えばだけどさ、じゃあ俺の YouTube のアイコンがね、じゃあなんかミッキーマウスみたいな感じの見た目してるアイコンだとするじゃないですか。でも別にこれ名前はミッキーじゃなくてドラえもんですけど、みたいな感じで言えばさ、で、これ OK ってことになるんでしょ？違う？ということでね、まあ、他の実況者さんたちはね、なんかこちらのゲームをやってね、なんか、面白いとかって、この脳死で言ってますけど、まあ、本当に面白いかどうかはね、身をもって僕が体験してみようかなというふうに思います。じゃあ早速やっていきましょう。どれからやればいいかわかんないから、とりあえずこの真ん中のやつで、コンクエスト、エスコート、チームデスマッチ、バトルフィールドのパクリ。じゃあ早速プレイしていきましょう。よろしくお願いします。はい、いってらっしゃい。ここで待つんだ。お、ロード画面やってきましたね。うわ、なんか、懐かしいな、こういう感じのロード画面。すげえなんか、昔の無料オンライン FPS っていう感じがする。おお、来た。お前、その顔マジ？嘘でしょ？本気で言ってんの？終わりでしょ？何これ？めちゃくちゃダサいやつしかないんだけど。一番可愛いキャラでいこっか。一番可愛らしいキャラでいったら、まあ、こいつだよね。こっちでやっていきましょう。いやでもなんかすげえなんか BO4 感半端ねえな。なんかルーインみたいな見た目してるけど。なんかめちゃくちゃ BO4 っぽい。なんかツイッターとかでね、エゴサしてみたんですけど、無料オンライン FPS 版 BO4 みたいな、そういう、うおー来たーな、安っちえうおー早っ。うん、これ。あー、本当に無料オンライン FPS っていう感じだな。良くも悪くも。さっきからこれなんかラグみたいなことやめてくれるこれ。こういうキャラの、特性なの。よくわかんないけど。うん。瞬間移動もときみたいなやめて。うん。これ味方だったわ。あ、はいはい。こんな感じなんだ。で、結構その操作ボタンとかは、あらかじめ変えているんで、そこら辺は別に心配しなくて大丈夫なんですけど。でも、これキャラの特徴これ。うん。ラグにしか見えないんだけど、これ。赤ねし。なんか結構その、おー、買った！硬すぎえ。あ、でも、綺麗できる。なんなのこのゲーム。よくわかんないんだけど。楽しい。これ神ゲーだ、これ。なんか、このゲームって、そのなんか、バロラントみたいに、スキルを駆使して、なんか、戦っていくみたいな、そういうゲームらしいんで。クソゲーだわ、これ。なんか、蘇生されたんだけど。荒野行動みたい。なんか、蘇生された。なんで？とりあえず、味方の下。待てよ。こいつ蘇生できんの？なんか消えました。多分これ真ん中のさ、武器のなんか謎にチャージしてるやつが多分ウルト的な、そういうあれなんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど。おー、来た。いや、早い、やめて、虫かよ、お前。なんかこのゲームがさ、なんか1週間ぐらい前にめちゃくちゃ注目されてた、そのなんかツイッターとかですごいめちゃくちゃバズってたんですよ。なんか無料で遊べる、なんか CODBO4 みたいな。なんか COD 風新作 FPS みたいなさ、入り方してたから、だったら COD やりゃいいじゃんみたいなさ、そういう思考になっちゃうから、なんか結構ひねくれてるんで僕。なんで、その COD に似てる新作 FPS が来たってさ、あ、じゃあ俺 COD やりますって終わっちゃうからさ、おら、死ね、ボケが、ほんとね。ちょ、このゲームってさ、コンバター使える？そこがすごい気になるんだけど。これコンバター使えんの？これ。もう使えんだったらもう使っちゃおうかな、俺な。うん。あれ？あ、消えた。おーおー。
やお前強すぎだろ、3年前からこのゲームやってますみたいな動きしてんじゃん。あれこれもしかして負けた、うおえー、もう半分差、うおーだせー、なんだこの画面、何これなんかあの右のやつのさ見た目もうちょっとなんとかなんなかったの、ちょっと初戦っていうのも相まってなんか全然できなかったんで、もうちょっとこのゲームやってちょっと慣れてこようかな。まあでもこれマジでなんかバロラントみたいになんかね一人一人のキャラでスキルとかで変わってくるだろうから、まあそれを覚えないといけないっていうね。俺がさ一番なんかこういうゲームで嫌なのって覚えることが多いっていうさ、なんかあの FPS 老害としてね、ちょっと今の FPS 界隈にちょっと苦言をね呈したいんだけど、最近出てくるさ新作 FPS ってさ大体さこういうなんかスキルだとかウルトだとかさアビリティだとかさなんかねあんじゃん、うん、あれやめてくれる？ FPS って脳死でできるゲームだから流行ったってのもあんのにさ、ね、最初に覚えることが多いっていうそのなんか低学歴受付 NG みたいなさ、そういうゲーム俺マジ嫌なんだよな。覚えることが多いゲームが苦手でさ、単純に僕の頭が悪いっていうだけなんだけど、あここいけるんだマジか、えここいけんのいいのこれ、え結構これルール違反、虫みたいなやついる、一回これスキップ、おら死ね、おら、あれ待って、おら死ね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 、おいバコツ、はいバコツ、はいはい、死ね死ね、これキャラクターによってこれなんか武器とかもなんか変わってるっぽいなこれ、うん、俺別にこの武器選んだわけじゃないんだけど、全然キルできないな、ちょっと待って、おー待って、あいはい、こっち来んの、はい、オッケー、危ねえ、何これ気持ち悪い、てかこのゲームのルールがよくわかんないんだけど、なんか後ろに変なやついなかった今、いるよねやっぱ、お前だけは絶対逃がさん、オッケーナイス、結局あの僕こうやって今文句言ってきたけどキルできるからまあ普通に楽しんだよね、うん、結局はそうだ、キルできてしまえば別にもう全部楽しんで、どんな FPS も、おらおら、あつまんねこのゲーム、これワンチャンここからキル狙えるんじゃないかっていう、おーキル割とキル速早いっちゃ早いのかこれ、うん、あ待って、あ早いな意外と意外となんか最初硬いなって印象を最初受けたんだけど、うん、結構割とマジでコールオブデューティーと同じキル速をしてる気がする、うん、そういうとこもパクってんのかな、おー何何、勝ったのこれ、おーなんか勝ったわなんか勝ったルールがわかんねえ、おー何これ何これ何これ、すげえ、いらな、絶対いらないんだけど、いやでもなんか他の実況者たちがこのゲーム面白い面白いって脳死で言ってる理由がなんかすごい分かった気がしますね。まあなんせこれ無料で遊べるっていうのがやっぱ一番でかいよね。まあただね、あの面白いんですよこのゲーム、めちゃくちゃ面白いんだけれども、あのこのゲームがその製品版としてねリリースされるのが確か結構数ヶ月先のお話なんですよ、そうだから多分ねみんなもうその頃ね忘れてると思うんだよね。そうだからリリースした頃にはなんかそんなゲームありましたっけみたいな感じのテンションで受け入れられちゃうんじゃないかなっていう風に俺は正直懸念してはいるんですけれども、おら死ね、おら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 、オッケー、まず下打ちしておいて、これ何助けられるのこれ、あいい待って、あこれで蘇生できる、あすごい、おもろ、マジふざけんなマジ で、これはちょっと COD 民の洗礼をこいつらに受けさせるしかねえな。俺もね本気出したらもう怖いよ本当に、お前風待ちすんな絶対そこで、待って、おーすごいすごい、急に来る、え早っ早っ、ちょゴキブリお前、やばいって、俺ただでさえコールオブデューティーのモチベ下がってんのにさ、俺このゲームハマっちゃったらもう一生戻れないよ俺、どうしよう、味方だった俺、やばい俺マジで COD に戻れない体にされちゃう俺はで、とりあえずウルト使ってさっき、はえ、ねえ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 、ちょ、わかんないわかんないわかんない、初見殺しすぎるんだけど、さすがにだいぶわかんない、走れねえし、これ何これ、おら死ねえ、おらおら、ナイスチキルからの、お、ナイスナイスナイス、待って、こいつ絶対蘇生する、オッケー蘇生して、あとでフェラしてね、頼むよ、味方と一緒に行こうかこれ、あんま一人で行ってもどうしようもない、あ、なん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 、おお怖い怖い怖い、怖えー、このゲーム、ちょっとよ、おおちょっこいつ、こいつ何、こいつ何、おい、ふざけんなマジで、いや、この武器普通に弾数少ない、おお怖い怖い怖い、どうしようお前、うん、こいつ倒して、あいつ敵、ほらやっぱそうだよね、オープン、あ待ってクソ、おらおら、うっしゃ邪魔、うん、あこれ買ったんだね、買った、うえーやったうん普通に面白いわこれ、おーまたなんかゴミがなんか来たけど、いやいらないってだから